ポリネシア諸語及び、フィジー語の分布ポリネシア諸語及び、フィジー語西フィジーロツマ諸語ポリネシアの一ポリネシア諸語は、ポリネシアで話されている、互いによく類似した一群の言語。アウストロネシア語族のマレーポリネシア語派、太陽州諸語に属する。サモア語、ズバル語、タヒチ語、ハワイ語、マオリ語、トンガ語など、太平洋中部から東部にかけての主要な言語の大半を含む。 マレーポリネシア語派は、ポリネシアを含む太平洋諸島、東南アジア島諸部からマダガスカルに至る様々な言語からなり、ポリネシア諸語はそのうちのごく一部に過ぎない。口述のポリネシア諸語の特徴も、多くのマレーポリネシア諸語と異なる点がある。分類系統は、必ずしも定説化されているわけではない。やや便宜的な側面もあるが、以下のように大きく三つに分けて、扱うのは、 伝統的な方法の一つである。近年の語彙統計学的な研究によれば、トンガ語は、ニューエゴとさほど近くはなく、かえって、サモア語とごく近いとされ、また、スバル語、トケラウ語、ラパヌイ語、マルキーズ語、ツアモツ語、ラトロンガ語、タヒチ語、マオリ語、ハワイ語など、東ポリネシア諸語と呼ばれる一段も、比較的互いに近い位置系統であるとの結果が出ている。 ポリネシア諸語はまた、メラネシアの東フィジー語群及び西フィジーロトゥマゴ群も近い関係にあり、これらをまとめて中央太平洋諸語と呼ぶ。歴史的には、メラネシア方面からポリネシアと接する地域を通して伝えられたラピタ文化がトンガセモア方面でポリネシア文化に発展し、さらにこの人々が東部の島々に移住したと考えられており、 上記のような言語の系統もその詳細となっている。参考に、中央太平洋諸語の系統図を記す。以下、いくつかの言語について、語彙の対象を例示する。なお、ないは、単語の意味、マルキーズ語は左に南部、右に北部方言としている。神話に登場する、新革命。なお、タンガラはという綴りでは正しい音を表せない。できれば四拍で、高。 ロアとしたいところ、先祖の霊が住むとの願意から、光線の国のごとき意味も派生する。以下は、数字の対象表である。ポリネシア諸語は、音音韻構造も互いによく似ており、概ね以下のような特徴を持つ。前景の語彙対象表のように言語感を比較すると、母音の変化は、比較的、少なく、よく保たれているのに対して、子音については一定の変異が見られる。 とはいえその場合でも、例えばレンネル語では、祖語の L が G になり、ラトロン語では H が2、ハワイ語では T、K が、それぞれ K になる、というように、音韻対応関係はかなり鮮明である。語順はベソ型が多いが言語によって異なり、かなり自由なものもある。また一部に、脳核言語がある。形容詞、就飾語は一般に、名詞の後につけるが、漢詞は、 名詞の前につける。文法関係は、語順や前知詞などで示す。また得意な共通点として、所有表現に、A クラスと O クラスの区別がある。前者はある人、ものによって作られた、所有されているなどを表現し、後者はそうでないものを表現する。例えばマオリ語では、聖書のエレミア書を、テップカプカ A ヘレマイア、ヨシアキを、テップカプカオホーフアという。 マレーポリネシア祖語にあったと考えられる説字による語形成は消失しているが、上語が多い点は受け継がれている。認証代名詞の一認証総数、複数、我々には他の多くの言語と同様に包括形、除外形の区別がある。ありがとうございます。